いやー、今日モブどうしようかな。じゃあ、武器にするか。はい。おー！豚って、こんな武器になるんだ。ちょっと使ってみよう。痛いごめん。ということで、どうも、ふうはやです。今回はなんと、さっき見た通り、モブを武器にね、できる世界に来ました。ちょっと、なんか今までで一番とんでもない気がする。豚は、なんか毒爆弾みたいになってたね。あ、待って、鶏は？うるさい。武器にできないモブは、めっちゃうるさいんだ。それなんかやだな。ちょっと待って、羊は？あー、うるさい。失敗の時のリスクが、でけえ。まあ、今みたいな感じで、まあ、武器にできるモブと、まあ、できないモブがいるわけなんだけど、まあ、イカはできないだろうな。まあ、でもちょっとやりたい。ってことでね、今回の目標なんだけど、まあ、エンドラ倒すと思うじゃん。今回はなんと、まあ、かわいそうなんで、ウィザーを倒したいと思います。まあ、エンドラよりウィザーの方が強いんで。待って、この地形なんだけど、この草原、サバンナ、砂漠ってなってるじゃん。ここ、俺的情報によると、村が一番見つけやすいポジションなんだよ。だから、ちょっとまず村を見つけていこうか。はい、見つけたー。いいね、やっぱ。そして、ちょっと牛と馬がいるね。犠牲はでかいけど、払ってみる価値はある。あー、ダメだ。で、牛。うわー、来たー牛はできる。え、なんか、かっこよくね？うわ、すごい牛柄のレーザーガンができてる。うわ、なんかかっこいい。なんか豚はちょっとしょぼい感あったけど、牛はかっこいい。え、レーザーガンって、最強じゃない？うわー、強っ！え、なになんかめっちゃポーションが上がってる。このポーションはいいポーションか？あ、しかも待って、肉が焼けてるわ。うわ、めっちゃいい。で、しかも耐久値とかもないね。あ、結構良さげなポーションがあるよ。はい。え、あ、弱体化。再生能力。あ、これあれだ。いいポーションも悪いポーションもあるわ。お！耐火とかつく。え？めっちゃいいじゃん。すごっ。牛最高だな、マジで。さあ、ってことで、村に着いたね。ゴーレムとかはできないか。さすがに。あ、反応しない。待って、できた！シールドワンド。あ、なるほど、防御に使える的な。あー、なるほど。相手を飛ばせるみたいな感じだ。クリーパーとかもね、こうやって飛ばせるんだろうね。まあ、ただ、ゴーレムの割にはしょぼくない？で、村人はね、多分できないんだよ。ほら、首かしげるだけ。できないよーって。いや、こいつ、許さん。暗い！レーザーガン自体に威力はあんまないな。お、待って、沈没船がある。あ、ギリ沈没船だ、これ。はい、じゃあ、ここら辺、あ、ここか？あー、宝の地図、そして、ほい。あー、いや、こっちじゃない。上か？あ、ここだ、おそらく。はい。おー、いいね。で、鉄とかも手に入れて、実はね、今回、もう一つ、とあるね、データパック入れてて、まあ、それはね、鉱石を持ってれば持ってるほどいい。だからね、鉄は嬉しいね。あとはね、ダイヤが欲しい、実は。なので、ちょっと一回、宝の地図探していこうか。わー、待って、だんだん地図が開けてきた。あ、あそこだな、おそらく。はい、あー、ここら辺だ、じゃあ。ここじゃあ掘っていこう。あとさ、豚なんだけど、これなんか、どちらかといえば何個か持てるタイプだよね。あ、貯められるわ。いいね。じゃあ豚を見つけ次第こうやって持っておこう。これね、相手に当てたら多分相当強いはず。まあ、じゃあここら辺一体掘ってこう。てか待って。うわー、ベッド忘れたー。まあいいや。え？どういうこと？お？なんかちょっとした洞窟になってるわ。チェストある！ここでダイヤ出てほしい。はい。わー、ダイヤ2個出た！ちょうどいいわ。よーし。しかも鉄もたくさん出て、めっちゃ外の天気が悪いと。今回、もう一つ入れてきたものっていうのが、まずじゃあ土から作っちゃおう。はい。土だったら、こういうなんか土のチケットが作れるんだよね。今、この2つ変わっちゃってるじゃん。まあ、これは、実質違うから気にしないで。で、これね、鉄も作れて、ほら、待って、鉄めっちゃ作れるな。あとは、このダイヤ。ほら、ダイヤチケットも作れるんだよ。これを作ることによって、はいと、こういうね、場所にね、テレポートできるんだよね。で、例えば、これ、土のチケット。はい。で、小麦ブロックゲットしたね。で、はい。まあ、宝くじみたいな感じなんだよね。安山岩やばくね。はい。で、生の鶏肉。まあ、でも土は、土だからしょぼいだけ。ちゃんと鉄とかで交換すれば、はい。エンチャント瓶。はい。ブレイズロット？あ、エンドいけたじゃん。はい。ダイヤ来たー！はい。ダイヤ来たーちょっと待って同じ反応になっちゃうってどんどん交換して、あー、花火いいね。あー、でもダイヤ6個になったね。で、これでまた、ダイヤチケット4つ作れたね。これでめっちゃ強い剣を出す。で、これがダイヤね。はい。あー、ダイヤまたはい。ダイヤ増えた。もうよくわかんない。来たー、ダメージ増加 10! 勝ちです。エリトラーロケット花火、やったー、なんか、すごくね。まあ、じゃあ、帰ろっか。ちょっとやべえ、防具めちゃめちゃ弱いけどいいや。よっしゃ、帰ってきたってことで、鉄もね、だいぶ無駄に使っちゃったから、まあ、とりあえず盾だけ作って、まあでもね、このダイヤ剣かなり強いと思うからね。うわ、めっちゃ夜。あ、待って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 。この敵モブ。はい。わー、できてるできてるできてる。ゾンビはゾンビもできてる。で、待って、スケルトン。はい。スケルトンもできてる。うるさい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 。なるほど、敵モブは結構できるっぽいな。すげえ、待って。ダイヤ系めっちゃ強い。おい。待ってさ、あのさ、これ、あのスケルトンの弓矢。この弓矢、めっちゃ強いめっちゃ強い、矢もいらないし、弓矢を貯める時間が0秒。右クリックをしただけで出てくる。待って、最強。しかも、なんか威力も強い気がするんだよね。スケルトンめっちゃいい弓使ってるじゃん。そして、これ、びっくりした。これね、右クリックすると、雲だからダメなのか。相手を雲の巣に引っ掛けることができるね。で、これがゾンビにもらった剣。いや、待って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 。だよな、ちょっと待って。この剣の名前、プラズマソードって言って、完全になんか雷落とす系だったんだよね。でもさ、クリーパーに雷落としちゃうと、帯電するんだよね。砂漠あると思ったら村もあるね。鍛冶屋とかはないかな。特に鍛冶屋はないっぽいね。じゃ、ちょっとゴーレムだけ倒していくか。よーし。まあ、これで鉄も集めつつ、ちょっと待って。これさ、ピラミッド見つけられない？待って、砦があるな。そろそろネザーは行ってもいいとは思うんだけど、装備がまだちょっと、物足りない感あるんだよな。ピラミッドと砦がある。村もある。すごっ。やっぱエリトラ花火便利なんだって。まあ、でも、ちょっとネザーでも使いたいから温存しておこう。ピラミッドはダイヤ欲しい。クリーパーが多すぎる。やばい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 。これ、何使えばいい？シールド、シールド。これちょっと便利かも。で、弓。で、この弓マジで2発で倒せんの強すぎる。はい。もう大丈夫そうかな？どんどん。オッケー！よっしゃ、こっからまたダイヤ出したいな。どうだ？金リンゴは？はい。あった、金リンゴ。ここ！まあ。よっしゃ、村に向かおう。まあ、ここも鍛冶屋はなさそうだけど、まあ、ゴーレムはいるね。もうだから、こうやってもう引きながら、こう弓矢打ちつつ、クモの巣。クモの巣？なんで？痛い。オッケー、引っかかったね。これで、こう回りつつ、ほら、これやれば、もうゴーレムはこっから出られない。もう剣でも倒せるよ、これ。はい。いいねー。使いこなせるようになってきたぞ、これ。じゃあ、ネザー行く前に、一回宝くじ回してくるか。よっしゃ、まず鉄から。いや、もうこれでね、俺防具引かないときつい。はい。いや、もう何が増えたかわからん。鶴橋幸運さん。ほい。わからん。じゃあ、ラスト。これ3つ。はい、1個目。エメラルド。はい、2個目。トライデント。3個目。竹？ガチで意味わからんの出たな。まあね、どうせエメラルドがこんなにあるんだったら、これでこうやって、これ溶鉱炉を作って、で、この役職が、確か、ほら、防具屋さんなんだよ。いいね。だから、これエメラルドで、交換していくと、これパワーアップしたね。次は、チェーンのリギンスも交換して、はい。うわー、微妙な装備になった。まあ、いっか。これでじゃあ、もう、ネザー行っちゃおうか。じゃあ、これで、オッケー、もう、いけるよな。はいと、よし。行くか。で、こっからさらに、エリトラと花火を使って、要塞を見つける。いやー、廃要塞ならあった。うわー、ここ飛ぶの怖え。まあでも、エリトラ花火が、なきゃできないことだよな、これは。やっぱエリトラ花火いいな。ということで、ブレイズじゃないんだ、今回は。待って、やばい。ちょっとそういえば俺装備めっちゃ弱え。まずは、武器にできるか確かめる。できないー。待って、その前に、耐火欲しいな。すぎる。はい。来た、耐火。おー、めっちゃいい。攻撃力上昇もついてる。で、あ、違えんだ。あ、俺ブレイズじゃないんだって。あ、そう、こいつウィザースケルトン待って。はい。あー、ダメだーなんだけど、なにびっくりした。はい、オッケー。で、今回のサバイバル、なんと、ウィザースケルトンの頭が簡単に落ちるんだよね。だから、ここまではなんとかなるんだけど、これでもう一応、もう4個あるから、ウィザーとは戦えるね。あとはソウルサンドか。あ、ソウルサンド、ここにあるわ、たくさん。いやーでもね、このポーション今すごいいいんだよ。この効果がある中で俺はウィザーと戦いたいな。で、戦う場所大事だな。あ、まあ、でもエリトラ花火があるから、ポータルのところまで戻るか。あったー、ここだね。これでもう、まあ、準備は OK だな。じゃあ、ここの村で戦うか。で、俺が倒して、ヒーローを演出しよう。よし、じゃあもうこれでね、結構整えたんで、もうあとはここに頭を置くのみ。ちょっと待って、エリトラ外して、いや、もう置くか。おいしょよーしいや、待って、やばい。これね、このボムをさ、爆発する前に投げる。こんな感じで。あ、やべ。あ、全然ボム当たってね。やばい。で、弓矢を当てつつ、あ、待って。これめっちゃ強いかもしんない。やばい。こいつらめっちゃ村人襲ってる。あ、ゴーレムがいきなり出てきた。いけ。ゴーレム。あいつ。待って、あー、ゴーレムがやられてる。今のうちに。はい。当てつつ、待って、この弓はめっちゃ強いんだけど、もう、白い状態？待って、死ぬ。やばい！あー、めっちゃ見とる！やばい。待って、レーザーガンでなんかいいポーション出せ。はい。よし、なんか回復出た。はい。待って、もう倒せる。うわー、この剣強い手か。やばい。ゴーレムの、この、これ、ちょっと意味がわからん。いや、待って、あともう少しなんだけどな。あー、なんか飛んできてる。攻撃力上昇ついたいや、もう一発でついたな。もうこれで決めるしかない。行くぞ。はい。あ、ごめんなさい。はい。で、こう、うまく避けつつ、で、足も速いから回りつつ、はい。これ避けろ。攻撃力強いよ、俺。あー、お前も強えな。あ、死ぬ。待って。本当に死ぬ。はい。待って。どうなったあれウィザーどこ行った待ってネザースターあるすげえ同点だ互角だったわうわー、めっちゃギリギリな試合をしてたんだなやべえ、あ、どうしようこれ。いやー、やっぱ、ウィザーさ、エンドラより強くない